広島大学は ASEAN のカオ事務総長に特別招聘教授の称号を授与しました。今日広島大学を訪れた東南アジア諸国連合 ASEAN のカオ・キムホン事務総長、平和を維持するための ASEAN の役割について講演しました。広島大学では各国の政府代表者などに平和について講演してもらう取り組みをしており、カオ事務総長には特別招聘教授の称号が授与されました。重要な意思決定に関わっておられる方と、直接学生が対話をさせていただいて、触れ合うことができて、それは学生にとっても非常に重要な経験ができる機会というふうに捉えています。カオ事務総長は今後3年間広島大学で講演などを行うということです。